俺はキルクエ140を12時間回し続けたのに無事に爆死した男、マチャラティです。それで今回は、ね、そんな爆死したって言ってもある程度はね、当たりの、まあ、鉱石だとか武器だとかが出動したわけですよ。だからそれをね、最初に紹介して、でその後にこの今担いでるこのピッカピカのめちゃくちゃ強そうな実際はあんまり強くないんだけど、まあ、このガンランスを使って、アカムトルムをね、ちょっと実験台に見立てて、うん、まあ、とりあえず縛っていこうかなと思います。それじゃあ早速、武器とかを見ていきましょう。はい。それでこれがね、まあ、12時間弱の玉物ってやつやな、これらが。まず、太刀から見ていくと、これは白流すの、純米の非属性のスロー2っていう感じだね。だからまだ、使うとしてもラージャンとかイビルジョーにはまず使わなくて、シャガルマガラとかゴアマガラとかあそこら辺かな。だから使用頻度はめちゃくちゃ低いと思うしかもシャガルとかってあんまり揃えてないからな。だからまあ、うん、ちょっと、うん、俺は持ってても使わんかなこれはね。でこれがマジで今回出てきたやつで一番惜しいなと思ったやつがこのガンランスのやつ。これさー、そう、凍傷っていうやつが詰まってる。これ凍傷ってね、複合スキルで中身が攻撃台と切れ味プラス1の複合なんだよねだからめちゃくちゃ火力向けのさ、そのスキルがスロットに入ってて、で順倍じゃん、しかも倍率が。でまあ非属性でしょ、で拡散型じゃん。だから本当にこれ切れ味さえ良ければさ、まあ順ゴールぐらいの、本当にそのぐらいのやつだったんだけど、切れ味が一番引いちゃダメなやつ引いちゃって、これ、マジでさ、まあ、こっちみたいにさ、なんか白ゲージ長い武器と見立てて、使うこともできなくもないから、まあまあまあって感じだけど、ダメージ計算してみたところ、まあ、無事に、無事にレギオスガンスの解雇感でした、火力が。まあ、ただ、麻痺だからね、うん、なんとも言えんかな。ただ、使うんだったらレギオスガンスの方が、まあ、普通に強い。まあ、赤目にちょっと使ってみるけどね、この後。うん、じゃあそんな感じやな。で、三つ目が、最高倍率の田村20のスロイチのチャークだね。これはまだ結構優秀な方じゃないかな。ただ爆破だからな。麻痺か睡眠だったら、もっと使うなんかメリットとかあったんだけど、爆破だから、ちょっと微妙なところはある。ただ、まあ当たりの方だね。出てきた。今回出てきたものの中では当たりの方。それ、総中魂の方も、ま、似たり寄ったりだね、本当に。切れ味一緒だし。最高割りだね、こっちの総中魂も。で、攻撃無視だから、これも確か、オスパードデューレっていう延長無視に普通に派生することができるから、まあ、当たりの方やな。ただ、属性がねえんだよな。うん、属性がなくて。しかも、田村20ってぶっちゃけ微妙なんだよな。匠だったら、まあ、どっちかつうと40のやつが欲しいから。多分これ使うんだったら、ペダンマデラっていう生産のやつ、普通に使ってると思う。まあ、とりあえず出ましたよっていうことやな。で、ここからは、5石のやつ。東証4のスロット1が、まだこのデータ東証4のスロ3とかないから、まあ、まだ東証4の最大値で、まあ、スロットちょっとあるっていうことで、うん、当たりの方。このデータからしたらね、普通にギルクエ何回かやってれば、まあ、普通に出てくるから、これは。うん、あんまりレアでもないんだけど、まあ、当たりの方。で、この通撃後、残術3スロイチ。これを、なかなかね、なんか届かないところに手が届くっていうか、スタナの複合で使えば、通撃6スロー3に近い使い方ができるんだよね。だから、まだこれも当たりの方かな、まだ。使えなくもない。これが、まあ一番、今回の中ではまだ当たりの方のやつ。居合4で達人11で、で、居合テンプレとか組むと、おまけでね、達人11のこの見切りプラス1がついてきたり、で、武器スロットによっては見切りプラス2できたりだから、まだね、第1スキル、第2スキルが、死んでるわけではないっていう感じでね、うん、使い道はまだあるから。あと、達人だけで使うこともできるっていうのが、この5石の、まあ、メリットやな、だいぶ。これでね、マイセット新調されたりしたから、まだ結構、有力な方、この中だと、当たりやな、うん。そんな感じ。どうだろう。結構ギルクエやってる人からしたらね、12時間やってこれしか出ねえのか、やばいな、お前、運悪いな、と思うとは思うけど。うん、これが、俺の12時間の賜物だわ。悲しいんだけど。まあ、これだけだとね、ちょっと悲しいからね、リベンジ会としてね、ちょっと、固定滅の人にもね、結構負担かかってたんだよね。平日から、休日にまたいでの、12時間だったんで、
ただね、ちょっと改めて12時間、本当は、今度はね、そう、長期休みの冬休みぐらいにしようと思ってて、クリスマスと、大晦日の間ぐらいの、まだ日付は定めてないんだけど、そのぐらいの日程で改めて12時間、ちょっとリベンジでやりたいと思います。ギルケアは好きなんでね、本当に、そのぐらいにちょっと熱中してやって、今度こそ、こんななんか、切れ味がちょっと死んでるから、そうじゃなくて、ほんでなんかゴールガンスみたいなね、ちょっと出してね、自慢できるように、そういう風にしたいと思います。それじゃあ、まあ、紹介は以上やな。こっからはアカムトルームを、このガンランスで、縛っていきたいと思います。それじゃあ、早速、行くぞ。てってってれれれ。で、そうね。なんか、さっきね、言ったんだけど、装備間違えちゃって戻ってきたらね、なんか、ベースキャンプから始まるようになったんだよね、今。なんでか知らんけど。おー、最初に先行当てますよ。普通ね、集会所とかのやつだったら、赤目の目の前から始まるんだけど、いつも毎回。毎回のごとく。今回はなぜか、村のやつはベースキャンプからなんですね。あー、ちょ、やべやべ。あ、でもそんなに効かないな。やっぱ上位だからな。光状態だし。が、なんで俺の。オーケーオーケーオーケー。危ねえ。フォレストニックブラストとかだったら美味しかったんだけどな。オート爆弾とか使ったりしてさ。よーし、ナイス。やっぱ、嫌い白ゲージつっても、拡散型レベル4は効くようだな、どうやら。よーし、OK。遊撃表もバチコリ入れていきましょうね。多分、浮かぶと、同じより、あー、大丈夫か。大丈夫か、あれ、ミケ拘束されてんな。ちょ、俺、後ろ足、殴っとくか、俺は。お、やりますね。なんかね、本作のアイルほんとすごいのがさ、よしよしよし。勝手に、レバーガチャでさ、逃げてくんだよね。あ、よしよしよし。やっぱ、上位ぐらいだったら通用するな、やっぱり。あ、早っ。キラジ、これ技物入ってるよね。あ、技物入ってない。ちょっと、やばいな、これ。欠陥装備だな、これは、なかなか。まあ、いや、これは、でも普通にね、白ゲージを生かしていきながら立ち回ってことを真のガンサーってもんですよ。何かと俺よくガンサーですよって言うんだけど。もうめちゃくちゃだよ。もうめちゃくちゃだよ、もう。上位の赤目に一方的にやられてるよ、本当にもう。やめてやめてやめて。なんで俺技物持ってこなかったんだろう、本当に。締めの時すっかり俺新打ちで浮かれてたんだな。いくらなんでもゲージの落ち具合が早すぎる、これ。あ、いいね。上位は、あれなんだ。なんかその、振り向きっていうか振り払いみたいにあるんだ。ちゃんと威嚇の。ナイスー。ちょっと、斬撃メインとかの方が良さそうかな。後ろ足は、後ろ足に砲撃やってもいいんだけど。あー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。さすがに上位でも、結構食らうだろうからな。この、防御ダウン状態だから。よーし、OK。あとはもう、白ゲージになったら飛ぶぐらいでいいや、普通に殴っておこう、このままじゃないとラッチが開かない。なんかどうせなら、おおお、マヒットマヒット、はいはいはい、あれなんだよね、猫虫でさ、そう、あ、砲撃だけだ。特殊攻撃術はついてなかったな。でも なかなか早い方じゃないか、これ。こう、マヒットのなかなか、よしよしよし、ついていけてるぞ、ついていけてるぞ。普通に強いのだよ、これ拡散型だから、お前。攻撃とかすれば。まだ使えるぞ、これ。よし、ここはトイレ行きましょうね。ちゃんと。ソニックブラストが来たら、オート爆弾を、ちゃんと投げれるような。ちょっと待って、なんで俺。あーもう切れ字になるわ、ほんとにそれ。やめて、ほんとに。トゲでさ、マジで。じゃあ、また後ろ足をちょっとこかしていこうか、俺も。ケツを狙いながら。赤にちょっと怒られたから。やっぱ相当効くな、これ。ダメージが。なかなか。あー、危ない、危ない。ふざけて切れ字とか言ってるけど、多分次にもう一回当たったらこれ行くぞ、間違いなく。ベースキャンプにまた出だし見たくさ。はいよ。よしよしよし。やっぱ通じるね、村上位だもんな。村クエとかやってる間は巻き回るから、もしかしたらレギオスガンスよりこっちの方が快適かもな。もはやね。火力は、斬撃での火力は負けてるんだけど、砲撃も織り混ぜれば、よしよしよし。上回ってるんじゃないか、これは。もしや。よーし、結構後ろ足負担かけといたぞ。
尻尾はまだ通るな。やっぱ腰なの通んないのあれ。いやー、危ねえ。やっぱね、熟練のというかね、経験値があるからな、赤麦大使は。タイミングちょっと上がってよかった、今の。今の食らってたらなかなか俺ダメージ食らってたぞ。もう防具ダウン2段階下がってるからな、これ。赤麦のよだれで。なんかね、よだれっていうよりどっちかっていうと、なんか溶岩の熱で、なんかよだれじゃないんだってね。そう、溶岩の熱で、ハンターの防具が溶けて、防具ダウンしてるみたいな、そんな感じの設定だとかって、なんかどっかで、なんか聞いた覚えがありますよ。なんか確かそんな感じだったと思うんだけど。よだれなので、そう、イビルジョアなんだよね。よだれでなんか防具が、多分消化されるのかな、わかんないけど、唾液で。こいつの場合はどっちかっていうと、なんか熱で、溶けるらしい。らしい。はいよー、ドジクちゃん。2回で終わりは優しいな。先行はちょっとまだ温存しとこうかな。また転ぶやろ。多分。あぶらぶら。ガセ2があるからね。おーおー、ナイス。音もやっぱり軽々な、本当に。再配術とかそこら辺のやつなくても、全然。当たったから逃がすな。わかんないけど。怒ってるもんなー、あれは。ここでね、怒ってなかったらね、あ、怒ってる、怒ってる、怒ってね、怒ってね、見せれる、見せれる、いける、いける、いける、よし来たーやったーぜ。やっぱ赤やってるときこれ気持ちいいな、ほんとに。決まるとさ、ノラだとね、なかなかね、そう、おーしよしよし。先行玉とかで阻止されちゃうからね、決まりにくいんだけど、いいっすね、ソロだと決まりやすいな、これが。ちょっと今ガードしたやん。向きがダメなんか、もっと真横が真横、こっちか。こっち、お、よしよしよし。今、赤む側に、本当に向いてたからダメだったんだな。OK。ここは攻撃で、転ぶでしょ。あれ嘘。ちょっと待って。転んで、よしよしよし。なんだろう、あれかな。なんか、ラージャンとかさ、怒ると、ダメージが入りにくくなるっていう、なんか、倍率みたいなのがあるんだけどさ、ちょっと詳しく、言葉にできねえんだけど、こいつもあんのかな。怒り状態になったらダメージカットみたいな。ワールドとかアイスボーンも、よくあると思うんだけど、そういうの。今、胸壊したっぽいかな。やりますね。胸を壊すね。そう。属性が全体的によく通るようになるんだよ、アカムトルームは。要するに弱体化やな。こいつ本当にお腹壊すと弱体化するからおすすめね、こいつ。なんだったかな、どっか、なんか属性が通るようになるじゃなくて、なんか肉質も普通に斬撃面で柔らかくなるとかなんかあったと思うよ、確か。確かだけど。抹茶の記憶力が果たしてどこまで正しいのかどうか怪しいところであるけどね、本当に。お？なんかこいつ、怒り解除がやたら早いぞ、なんか知らんけど。ちょっと待って、まだなんか切れ字になるよ、それ。あ、でももう防御、あ、まだ防御弾ある。防御弾ある割には全然。よしよしよし、ナイスナイスナイス。多分もう瀕死ないんかな。こいつはもう村クエの個体ではあるから。よし、やっぱりね。あ、こんなもんではあるな。でも、早いのかな、わからんけど。いや、多分、武器種によってはこれ、ゼロ針で普通に終わるな。ヘビーボーガンとかだったらなんか3分ぐらいで蜂の巣にして終わりそう。まあ、そんな感じですね。まあ、麻痺眼さ、あれだね、1回しか麻痺らんかったね、これ。でも、技物抜きでもそこそこ嫌い寿命あったから、まだマシな方だったかな。砲撃結構やってたけど、まだ寿命あった方、これにしてはね。はい、じゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。